3時ですね。 28.5 度、カーテンを全開にしたいと思います。はい、紀元前我が人生に一歩。はい、やっちゃった後です。はい、誰にも気づかれないようにワンダフルミネラルくれていきたいと思います。そして忘れないようにパイプハウスにも水を投入します。はい、45度、開。はい、期限後です。すっきりしました。はい、気づけばびちゃびちゃでも明日も明後日も天気良さそうなんで大丈夫。はい、4時、転送をですね自動にお任せモードにしたいと思います。はい、期限後です。兼ね備え2号早いですね。取るものが少ない、芯も少ない。はい、防風ネットこちらくるくる畳みたいと思います。はい、一発でこの仕上がりです。ちょっと開いちゃってるところは手で押します。はい、完璧ですね。自己満足自画自賛。転送自動にすると結構開いてますね。はい、多分15度になるぐらいまで開く設定になってます。はい、はかき芯積みしたコンテナの山ですね。コンテナ足りなくなりそうです。はい、before ですね。ただただため息が出ます。 before。 はい、期限後です。期限後すっきりしましたね。うどん粉がパラパラ出てるのが気になります。はい、兼ね備え2号のスッキリバージョンです。ほんとスッキリですね。スッカスカ、身はちゃんとついてますよ。それでも、うん、はい、スッキリスカット MT フィックスフェニックス、すっきりスカッ。はい、5時半ですが転送を全閉にしていきたいと思います。はい、全閉完了でございます。ぼちぼち下っ端3枚ぐらい取らないといけないですね。作業が重なってまいりました。本日のファイナル期限前 MT フェニックスです。はい、今日の作業完了 MT フェニックス。はい、早朝加温はしませんので15度に戻します。はい、カーテンのお透かし完了でございます。CO2388、 湿度75。そういえば粉じらみいなくなりましたね。まあ約算したのが効いたんでしょう。はい、落ち着きました。まあもしかしたら天敵今必死こいて探したんですけど、まあいますんでよく見れば、はい、天敵のおかげかもしれないですね。本日もお疲れ様でした。もう6時回ってますね。はい、早くとっとと帰って明日のために早寝早起きしたいと思います。お疲れ様でした。皆さんも気をつけて帰ってください。今日でお休みは終わりです。はい、来週からゴールデンウィークですね。羨ましいです。はい、最初はピーピーよ、じゃんけんグー、じゃまた。はい、結構審査機とかにいるんですよね。まあ私が見た中でしピヨちゃん、はい、ピヨちゃんと口拭かなきゃ。ほら、最近ピオは自分で産んだ卵を自分で食っちゃうんですよね。困ったもんだ。あ、これは干物ですね。ほら、